おばんです。学校です。今回、やっていくゲームはクリプトスペルズ、カードゲームですね。なんかこのカードゲームもどうやらお金が稼げるらしい、そう NFT ゲームとなっております。学校、お金が欲しいのでどんどんゲームやっていこうと思います。今回まずログインして思ったのが日本語ですね。日本語が書かれてるので分かりやすい、始めやすいっていうのが第一印象でした。そして私ですね、ログインした後になんかチュートリアルみたいなのを一回飛ばしてしまいまして、でチュートリアルもう一回見たいな、撮影したいなって思ってたんですけど、どうやらそこが分かんなくてですね、でこうやって初心者ガイドとかでも書いてるんですけど、こういうの全部押すと違うブログみたいなところに飛んじゃうんですよね。そして設定のとこ開いてもないんですよ。いろいろ調べてやっと分かったのが、このバトルってところのこのチュートリアル、いやーこれ初心者は結構難しいっすよね、これ気づくの。まず今回ここからやっていきましょう。5つの文明、赤文明、青文明、緑文明、白文明、黒文明なってます。ここではクリプトスペルズのバトルで必要になる知識を教えていくわよ。ジョゼさんが教えてくれるそうですね。ちなみに私はデュエルマスターズ以来カードバトルなんてやってません。お久しぶりです。なのでこの 5つの文明っていうのがなんかもうそのデュエルマスターズにちょっと似てるような気もしますが、とりあえずやっていきましょう。まずクリプトスペルズには5つの文明があるわ。文明ごとに使用できるカードに特徴があるの。5つの文明にそれぞれリーダーがいて、バトルの最初はリーダーを選ぶことから始まるわ。最初はそれぞれの文明で1人ずつのリーダーしか使えないけど、ゲームを進めていくと新しいリーダーを使えるようになるわよ。それぞれのリーダーに専用のカード、クリプトスペルが用意されているわ。クリプトスペルはバトルの最初からあなたの手札にあるカードだから、リーダー選択はとても重要なの。どういうことだこれ。リーダーの下には獲得できるバトルポイントが表示されているわ。バトルポイントのリーダーの使用率と勝率によって変動するの。バトルポイント100ポイントごとに採掘チケットが1枚もらえるわよ。さて今回の白文明のリーダー、奥を選択しましょう。リーダーを選んだら次にバトルに使用するデッキの選択よ。デッキのカードは30枚、クリプトスペルは3枚。同じ種類のカードはデッキ2枚までしか入れられないから注意してね。どんなデッキを使うか、戦い方も大きく変わるから、いろいろなデッキを試してほしいわ。今回はチュートリアル用に用意したデッキを選んでみましょう。対戦相手とマッチングしたら3種類のクリプトスペルから1枚を選びましょう。選んだ1枚があなたの最初の手札に加わるの。バトルで必ず使いたいカードを選ぶのがいいわよ。今回は奥の守護を選んでみましょう。奥の守護。最後に手札の入れ替えをするわよ。カードの左上に書かれている数字がコストを表しているわ。ああ、これですね。727。バトルの最初は小さいコストのカードからしか使えないの。だから小さいコストのカードが手札に残るようにカードを入れ替えるといいわ。なんかディエマでもありましたね。なんか何マナかみたいな表示ですよね、確か。今回は右端と左端のカードを入れ替えましょう。7マナのやつを押して OK。122、うん。さあ、ここがバトル画面よ。まず画面の見方を確認しましょう。私が画面の下側、相手が画面の上。さらに細かく見ていきましょう。あ、自分の体力と、マナと最大マナ。LP、これはリーダーの体力。ライフポイントってことですかね。この体力がなくなるとバトルで負けになるわ。なるほどね。これは相手の体力をゼロにすると勝てると。次に MP。これはマナを示しているわ。ああ、やっぱマナなんですね。カードを使うにはコストを払う必要があるの。マナは払えるコストを表しているわ。こちらは最大マナの表示よ。マナを使い切っても次のターンになると、この最大マナの値までマナが回復するわ。最大マナは毎ターン1ずつ増えるから、使えるマナは1ずつ増えていくことになるわね。ああ、なるほどね。ここ勝手に増えていくんですね。なんかね、デュエルマスターズだとね、自分の手札をマナにしていく感じはしましたけど、これは勝手に1ずつ増えていくんですね。嬉しい。そして墓地の枚数と残りのデッキ枚数よ。あ、デッキの枚数と墓地の枚数。表示されるんですね。墓地は使ったカードがどれだけあるか示しているわ。デッキが0枚の状態でカードを引こうとするとバトルに負けてしまうの。さあ、いよいよバトル開始よ。
前衛、相手は前衛を持つユニットを優先して攻撃しなければならない。クリプトスペルを使ってみましょう。奥の守護で前衛を持つティンカーベルを出せるわ。前衛を持つユニットはリーダーを守ってくれるわ。さあ奥の守護を使ってみましょう。なんか2枚出たね。他は何も出せない。で、これターン終了かな？相手のターンが終わって2ターン目よ。今度は図書館の魔女を出してみましょう。図書館の魔女には死亡時の能力があるわよ。死亡時、ユニットが破壊された時に能力が発動。で、MP もないし、ターン終了。やばいんだけど、いきなりなんか2体倒されたんだけど。どういうこと？なんか説明ないのこれ。相手が速攻を持つユニットを出してきたわ。ああ、だからなんかすぐ攻撃してきたのか。速攻を持つユニットは場に出したターン。すぐに攻撃が可能よ。ああ、スピードアタッカーみたいなやつか。召喚用意しないってことね。相手のユニットを倒すにはこのカードが便利よ。召喚時、手札からカードを使った時に能力発動。竜騎士バロンの能力で相手ユニットにダメージが与えられるわ。実はカードを使う順番とユニットで攻撃する順番は前後させることができるの。どういうことだこれは。2体いる相手ユニットを確実に倒すために先に図書館の魔女で攻撃してから竜騎士バロンを使ってみましょう。ああこれ攻撃してから手札から出すことができるってことかこれ。相打ちしたんですけど強いな。出しただけで倒すのか。強いねこれ。連撃、一ターンの間に2回攻撃できる。相手が連撃を持つユニットを出してきたわ。連撃を持つユニットは一ターンの間に2回攻撃できるから注意が必要なの。攻撃を受けないように前衛を持つカードを配置しましょう。こいつなんか能力とかって見れないのかね？詳細みたいな。あ、ここで見れるのね。え、何それ？いきなり殴られたんですけど。ピンチになったけど大天使フリッカーを引けたわ。世界に9枚しかない最強のカード。最高っすね、これは。リミテッドレジェンド。レアカードよ。このカードでリーダーを回復して逆転しましょう。めちゃくちゃ強そう。逆転できたらね、大天使フリッカーで相手のリーダーを攻撃すれば私たちの勝利よ。これを相手に伸ばすと終わったんだ。ビクトリー。チュートリアルお疲れ様でした。クリア報酬なんかもらいましたね。はい、ちなみにこれ見てみたんですけど、 NFT ゲームでできること、君のカードが資産になる。どうやらこのカードっていうのがそれぞれの発行枚数とかが決まってるらしいですね。なのでそれが資産になると。でそれを、自由な取引、トレードして多分お金にすることができるんでしょうね、きっと。ちなみに私、これただメールアドレスで登録しただけなので、今のところまだ、よく言う仮想通貨の取引所であったりとか、メタマスク、その仮想通貨のウォレットですね。それはここに紐付けてはいません。なので、気軽に始められるっていうのはいいなって思いますね。いかがでしたでしょうか？すみません。チュートリアルが思ったより長くなってしまって、対人戦であったり、本当に稼げるのかっていうのには至りませんでした。今後も動画投稿していきますので、よかったら引き続き見ていてくれれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。せばまた。